はい、どうもお疲れ様です。笹笹です。今回選んだ2つは、レベル1でやっている2番目に覚えるシャッフルステップヒールっていうステップと、3つ目に覚えるパドル&ロールっていうステップになります。で、この2つすごく似ているというか、音4つずつなんですよね。で、似ているというか違うとこが1箇所しかないんですよ。しかもすっごい紛らわしいので、ここの1箇所をしっかり覚えていくっていう風にしていきましょう。シャッフルステップヒールは、その前にシャッフルステップって音3つ蹴って弾いて着地っていう風な、この3つですよっていう風なのを教えているというか教わっていると思うので、これに最後かかとを下ろすっていう風なのをつければ OK になります。はい、こっちは簡単ですね。で、パドル&ロールは何をすればいいかっていうと、この最初の蹴り、シャッフルではなくてかかとで蹴ります。うん、そう、これね、遠目からで、しかも初めてタップシューズ履く人が習うタイミングなんですけど、遠くから見るとどっち当ててるかわからないっていう風な状況になりやすいですよね。なので、こっちこっちどっちっていう風なのをしっかり覚えましょう。パドル&ロールも一通りやりましょう。かかとで蹴る、つま先引っ張ってくる、でつま先下ろしてかかと下ろす、この順番になります。大丈夫ですか？違いわかりますね。シャッフル、ステップ、ヒールとパドル&ロールっていう風になります。うん、で、パドル&ロール、この順番で教わんないという人もいると思うんですけれども、どこをスタートっていう風に判断するかっていう風なのはもうその時その時で変わったりもするので、ざっくりと今の2つっていう風に、蹴り方が違うんだよっていう風に覚えると覚えやすいかなって思います。で、メインの使い方として、だよくある使い方としては、パドル&ロールはかかとを下ろすっていうところからスタートして、で反対のかかとの蹴りがスタートっていう風にしていくっていうことが多いので、こちらの順番もできるようにしておくといいと思います。